ここで報道の皆様にはご対処をお願いいたします。通勤時にマスクをつけるだけでなく、満員電車を避けたり、マスクを工夫することも大事だと思います。マスクをつけていても、一つでも密の状態があれば感染のリスクになり得るという、今日のリスクする人。